はい、ということで前回の続きからやっていきましょう。ラプターズ戦いきましょう。12月16日。全然、今現実では、どこ撮ってるのか12月28日やから、全然追いついてない。現実世界的に追いついていかんとね。まあ、とりあえずね、来年の 2K24 が発売されるってつもりなんで、多分。このままいったらいつぐらいに終わるかな？あるぐらいか。まあいいわ。ってことで、最近ネッツめちゃくちゃ強いからさ、今回はマジで1位通過、ありです。これよ。はい。もう3も最近もう決まるようになったから、フリーやったらね。まずこれが一つのオプションとして追加されたのがいいよね。ピックアンドロールからの3。他のね、オプションもどんどん追加していきたい。攻撃のバリエーションを増やしていきたい。まあこういう感じ。ああいう外に広がってからの。はい。見えてます。で、一応プレイオフ入ったら、オールスターよりもう一個。難易度上げます。多分この前で普通に勝っちゃうと思うからね。でも今までオールスターって全然ね、強いと思うから難易度上げる必要はないと思うけど、これどこが落ちた、これ。ちょっと待って、急に2つや、5秒ぐらいで2つもファール取られないけど、あ、11点差。さあ、ファール出していこう。しゃあない。これも強いね。やっぱ俺はスモールフォワードよ。さあ、ちょっと外広がろうか。さっきのさ、ゲイリートネット見たら、こう上がっていって、トップで3打つみたいなこともしたいんやけど、このやり方がね、ちょっといまいち上がってない。来いよ。いや、もう。あかん。スティール狙うとこ。あ、こい。普通にディフェンスします。さあ来るぞ。ヘルプヘルプ。ナイス。ナイディ。オッケー。強すぎやろ。なんやそのロック。さあ、行きましょう。とりあえずしっかりパス回しね。うまっ。ちょっと無理やわ、さすがに。またポルストプレイは早い、俺には。うまい。OK。俺もああいうね、ちょっとミドルショット打ちたい。今の俺ならいけると思う。まあまあ、しゃあない。やっぱスコッティ・バーンズ、えぐいね。さすがルーキー・オブ・ザ・イヤー。でも今年のルーキー・オブ・ザ・イヤーは俺です。ナイスアウト。オーケー。よしよし。ちょっとゲームはでかかったな。オッケー。スリーマジ欲しいわ。まあ、アイドフリーのスリーしかまだ決めてへんけど。自分でクリエイトしてスリーも打ちたいね。最終的にプレイオフまでにはね、そういうプレイもしていきたい。よしよしよし。
hydrated. If you don't, it's amazing how much slower your body is to bounce back. It can have a serious effect on performance, no question. Siakam, rebound. I'll tell you what, they've rebounded the ball tremendously well. And guys, so many great players coming out of Canada. The Raptors have a nation, not just watching basketball, but to playing it as well. いける惜しかった。今まで一番惜しかった。いける。いや、無理か。タイミング良かったけどな。ちょっと通知は良かったね。ナイス ?OK。あかん。しっかり。OK。さあ、12点。全然いけます。強すぎ。負け力してんよね、最近。俺が強いというより、チームメイトがね、強すぎるんだ。さあ、どうしよう。何したいか分からなかった。ダッシュドライブ ?OK。よしよしよし。23。まあまあ。さあ。いきましょう。はい。ヘルプ。いや、ちょっと、ほとんどあかんて。あぶね。やっぱこっちの方がいい。これしかできん。スクリーン。俺もスク、俺はスクリーン行ってるから大丈夫。なんで俺のスクリーン認識してくれへんの。センターしか認識できんようになってるのか。いやー、さん、OK。今日リバウンド全然取れてないね、俺。じゃあね、俺、アリウープが欲しいわけじゃないね。普通にパスしてほしい。毎回思うけど。なんでアリウープになっちゃうの？あらんように早めにパス、早めにパスよくしたのに。いやー、チャージングか。チャージしてこれ、えぐい、えぐいな、ブロック。ネッツ・クラクストンがね、もうちょい覚醒したらね、リアルでもえぐいチームになるからな。さあ。リバウンド。うん。さあ。俺のポストプレイ見せるときが来たか。What？ あ、ちょっと、もう二度とやりません。レディ？オッケー。おーしよしよし。イエス。無理と調子悪かったね。
16 3-point attempts to go in. On the wing, MP. ここ今日はちょっとやりたいことできそうやってんけどあそこでドライブしてジャンプシュートでよかったし、あのままドライブしてレイアップでよかったし、いやちょっといけそうやったのにな、ちょっと焦ってもた。あかん、フィールドゴール29パー、また変なことになってもた。さあ6点差、ちょっとまだ危ないな。オッケー、ナイスブロック。ファウル。最後のファウルが分かんな。やばい。ファウル。オッケー。よしよし。しっかり2本。埋めていく。オッケー。さあリバウンド取るか。オッケー。いいよ、クラクソン燃えてる。いけるいける。やばい。いやー。スケに隠れた。さあ。もしバーンズいきます。とりあえず押し負けんように、インサイド負けんように。ナイスブロック、強すぎやろ。いや焦んな焦んな、5点差が。いけるよ。ナイス、マジでブロックやば今回でもディフェンスやばいな。オフェンス強いと思ったら最近ディフェンスえぐい。また3つ、また3つ。ドライブ気をつけ。いやヘルプ行き過ぎた。ごめん、オーバーヘルプ。あそこでしっかりチェックいけねえといいけどね。消えてへんからあかんわ。いやもうそれ決めようぜ俺。あれ外すか。あれあれ。オッケー。さあどうしよう。戻します。これ入ったら、いやマジでタイミング完璧やった。フィールドゴール 22%、 非常にまずいことになってきた。ここ回もっと早く出したいけどね。ナイス。オッケー。よしよしよし。オフェンスで輝けんときはちゃんとディフェンスでしっかり結果出す。さあ11点差。いけるよこれ。うますぎ。何さっきのドリブル止めれんやろあれだよ。さあとりあえず2桁、今回もしっかり2桁は点差得点決めたい。オッケ
いやーごめんミスった電集中しろマジで大丈夫か戻る戻るうん、4つ目か大丈夫大丈夫一本外す毎回言ってる気がするさあ9点差大丈夫大丈夫 OK いけるファウルよしよしさあまた2桁戻ったね俺相手死んだよずっとこの点差維持しよう今日ブロック数8えぐこれちょっとしっかりバンドエディはい、大丈夫、うん。よし。いつの間にか俺がスコッティーバーズになってる。ああ、やばい。KD が5つ目や。まずいぞ。第4クォーターいなくなったら、まずい。OK。ここあえてせず。うん。止める。くわ。ナイス。トランジション。素晴らしい。これはもう、ポロルル、あのスリー。ちょっと俺がスコーティーバーズ止めれるか。そこだけ心配。で、シアカもベーシマに任せて。ちょっと話すわ。ナイスナイス。これ、えぐい。うん。戻る。と、帰りミスマッチやばいぞ。大丈夫。オーバーヘルプなりすぎように。しっかりと。OK。いやー、取られるわ。うん、すらしゃあない。ナイス。惜しい。すぐ戻る。ちょっと俺しやかもか。ちょっと待って。俺そっちかい。まずい。落ち着け。いける惜しい OK いやーごめん頑張ったけどちょっと焦ったわもっとゆっくり落ち着いて出さんとさあまだ言うて8点差いけるよ OK はい戻る戻るいやまずまあこれはタイムアウトするしかない大丈夫大丈夫落ち着け残り5分いけるいけるちょっと3狙っていこうか。
Outside Curry. Shot clock at 6. Irving against. Okay, 素晴らしい。とりあえずカイリーに任せたら決めてくれる。さあ、来い。いや、うまっ。それ決める？俺もああいうプレイできるんだなと思う。しっかり、ああやばい、5つね。俺も KD も5つ。これはちょっと無理やな。ちょっと待って、さあどうする。逆いきます。なあ、戻れ。いや、危な、 KD かと思った。ああ、やばいやばい、2点差。まずいです。あの、おっしょし、オージーも5つ目。いける。いやもうマジで、あれ悪いシュート選択じゃないやろ。よかったけどな、あれ。あれもう。危ね。落ち着け、落ち着け。あの、オッケー。なんと変わる。さすがに17パーはひどい、ヒールドボール。何してんねん、これ。オッケー。このオフェンスディマンド強すぎ。もう、落ち着け、俺。ハル5つやぞ。無理に行くな。ああ、やばい、1点差。ちょっとこれはカイリー系に任せるわ。ダブル、ナイス。んー、惜しく、やばいやばい。やばい、ヘリーまずい。それまずい。ちょ、ドライブやめて。うわ残り1分で逆転された。まずい。手作り。ハービー、落ち着け。俺がしっかりスクリーンかけるから。 OK、 ナイス、よう見つけてくれた。 OK、 OK、 OK、
どうぞ。いけるぞ。蹴り危ない。あいつめ、ムクつめ、やばい。蹴りおらなくなったのは痛いな、これ。まずいな。でも体力で、いや、ここ絶対止めな、あかん。これ負けたら俺のせいやから、ミス多すぎて。今日は確実先輩だよ俺。ファウルやめてな。飛んだ飛んだ、いける。カイリーに任せる。いける。よっしゃ、よし、よし、このリバーマジか。オッケーオッケーオッケー、あのリバウンドマジでかい。これちょっと延長もあり得る。あぶね。延長です。久しぶりに延長ちゃうかな。いやー、これちょっと頑張ります。行きましょう。ミドル、オッケー。まパート30ぐらいにして初めて。いや、いけたわ。ごめん、ミスった。ナイスカッティング、オッケー。リバウンド。バル。オーケー。さあ、最後の最後、リバウンド。いっぱい出た。素晴らしい。オーケー。よしよしよし。ちょっと途中ミス多かったけど、なんとか勝ち切ることができました。久しぶりに熱い試合だね。めちゃめちゃ燃えたわ。めっちゃおもろしよかったわ。今回の試合は。さあ。ナイス。さあ、ストーリーあるかな？あれ編集で。結構この学生で。もう36分。ここはないか。最近ストーリー使えね。ということで平均得点も 9.9 得点。次10点以上取ったら、だけだ。いきますね。アシストも 4.4。アシストも5行きたいね。で、リバウンド3。行きたい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。皆さん、ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。